もうね、その世間知らずのね、あの妄想どもにこんなのわからないでしょうけど、 Google とこれね、昨日の話もわかるじゃないですか。青汁くんがひろしくんと電話した時の青汁の冷たい顔見たらわかるでしょ。政党の代表者なんだから乗ってくるんで、それ仕方ないのかと。女子出てくる、それは自分で選んだ道でしょ。で、居住実態がない選挙にも出てる公人じゃないですか。自罰、自分を責めるっていうのは日本の文化なんですが、最近このね、他人を責める、うまくいかないのは立花が悪いんだ、うまくいかないのは上司が悪いんだっていう多罰型が増えてきてる。まさにこれ親からのね、過保護で育ってきた人たちに多いという、もう裁判自体が成立しないんですよ。もうこの通り、大津さんは僕の娘を訴えてるんですよ。だこんな裁判そもそも成立しない、当事者適格がないから。なんでふみちゃん訴えたんですかと。ちなみに裁判所からは、でスクショ、例の加藤君が出したスクショですけども、いわゆる大津さんは拮抗縛りをしてね、拮抗縛りをさせてあげるから10万円で企画出してたんですよ。現に無知で叩いて1万円でも平気で本当に考えたんですよ。で、僕はそれに対して、だからやってもいいけども、政治資金パーティーではやっちゃいかんでしょと、脱税になるからって何度も言って、2人とも納得してるのに、納得してそれはやめると言ったのにやらずに、まさに乗っ取りですよこれ。ああもうバレた、しゃあない、もう立花にバレた、ここまで来たら乗っ取ってやるって言って乗っ取り計画が出てきたんですよ。現に今は我慢しましょう、乗っ取りましょうっていうね、そういう LINE のスクショが送られてきて、別の人からですよ、黒川君陣営に引き込まれた女性から、こんなの出したら殺されるかもしれません、勇気を持って僕に LINE くれたんです。乗っ取ろうとしているじゃん、あなたたちがそうやって拮抗縛りとかやろうとしたスクショ、これ事実じゃないですか。これ片岡君が捏造したとでも言うんですか。なんか金玉をなんか触って3万円とかね、そういうのを実際にやったかどうかじゃなくて、そういうことを検討していること、そしてその検討していることが世の中にバレることが取り付け騒ぎになってるっていうんですよ。で、令和の虎のことまで言ってました。2000万円でお金が集まりませんでしたね。あれは見たら分かる通り、こんなものは破談にしようと思ってやってるだけです。そんなの借りてくれるわけないじゃないですか。2000万円のお金を年利 3% で借りて、虎たちに何のメリットがあるんですか。本当に2000万円欲しければ、そんなの出資に決まってるじゃないですか。融資じゃなくて出資ね、株にしてくれ。でもそれをやりたくなかったから、あれは令和の虎で宣伝しただけです。で、まあそのチューナーレステレビのことについてね、僕は Google 社との契約してるってはっきり言ってるじゃないですか。正確に僕じゃないって。もう俺もまあね、もうね、その世間知らずのね、妄想どもにこんなのわからないでしょうけど、 Google とこれね、私の友人の会社が、友人会社契約してるんですよ。5万台か5万台テレビを買う、だいたい3万円するんで、これだいたい約15億円です日本円でするってね。でも15万台予約してるんですよ。15万台のテレビに Google の Android OS を入れるって。でももし5万台購入できなければ、この友人の会社潰れたら終わりなんですよ。でも Google 社は、この私の友人の会社はそんな仕事をする人じゃないから、もう全然デポジットなく15億円の契約してくれてるんですよ。15億円払ったわけじゃないんですよ。これも説明してもわからない人はわからないですよ。で、この Google のライセンスを持って、実質上は、ジャック・マーさんのアリババは使ってませんが、実質アリババの紹介で、まあ、中国の今、第2位の会社と4位の会社と契約してます。まあ、日本で言うと多分、パナソニックと東芝みたいな感じですかね。東芝今なくなってるか、日立とかそんな感じですかね。この Google の許可がないとテレビ作れないんですよ。Android テレビがね。だから、この友人の会社とここがやってるんですよ。ここのライセンスを受けて、この友人の会社が Google から OK もらってますよ。だからアリババの傘下の中国第2位と第4位の会社にテレビ作ってくださいってやってるんですね。チューナーレステレビ作ってくださいってやってるんです。で、この流れがあるから、もう1万台でも10万台でも100万台でも、簡単に供給できるだけの、その私の、ちなみにこの会社と私の会社が契約してるわけです。株式会社立花隆が契約してるわけです。
で、ここはもう当然信頼関係でできてる会社なので、ここからもらうだけの話なんです。で、なぜじゃあ僕と契約するかって言ったら、NHK をぶっ壊すテレビとか、NHK にお金払わなくていいテレビって、そんなこと言えないんですよ、他の。今、中央アレステレビっていうのはエディオンさんとか、あと、オリオンさんとかね、ドン・キホーテさんとか、あと、ゲオさんかな。もう一社ぐらいあったと思うんですけど、販売してます。でも大手のメーカーやってないですよね。で、そういう大手じゃない、まあ大手じゃないって怒られますけど、まあでもそういうところも NHK と契約しなくていいとかってなると、まあ何されるかわからない。銀行取引が止まるかもしれないから、まあ中央アレステレビでしか売れないんですよね。でも僕の場合は中央アレステレビ NHK と契約しなくていいですよ。NHK と解約できますよ。テレビを捨てて買い替えればね。というような PR 効果めちゃめちゃ高いから、この会社の株が上がると思わない人の方が少ないんですよ。もちろんね、これヒロシ君とかオスさんのような世間知らずの人にはこの会社の株の意味がわからないんです。意味とか価値がわからないんです。でもそんなの当たり前じゃないですか。世の中株の投資してる人、お金がある人ってすごいごく一部でしょ。多くの人は庶民なんですよ。でもお金がある人がちゃんと頭を使ってどういうところに投資をすれば、お金をどこに持っていけばどうやって売れるか儲かるかってわかってるから、だから投資家からすればこんな株式会社立花隆のね、今後の将来性なんてどう考えても美味しいとなるわけですよ。で、青汁くんが昨日言ってくれてましたけど、その一番守らなきゃいけないのは誰ですかって話を戻せばね、この政治家女子48と旧 NHK と誰なんですかって言ったら、それはもう間違いなくその支持してくれた、一票を投じてくれた国民有権者なんですよ。 NHK にお金を払わない人を守るって作って、それで投票してくれた有権者一番に守らなきゃいけない。もちろんこの党の活動をするためにお金を貸してくれている債権者を守らなきゃいけないですね。で、もちろん党の職員や党のそういう党員ですよね、議員さんを含めて守っていかなきゃいけないです。 NHK 党を応援してくれている政治家女子48ですね、旧 NHK 党を応援している国民、くれている国民、そしてここにお金を貸してくれている333人の債権者、わざわざね、お金10億以上のお金貸してくれてるわけです。この人たちのもう心配をもう解かなきゃいけないですね。で、3つ目が当然頑張ってくれてる党の職員の人たち、こういうことを考えるのが当然じゃないです か。それは僕が確かに大部さんに代表権を渡してしまったことは失敗です。これは党を伸ばすためにやったことですけど失敗してます。で、まさか大部さんがこのようなね、まあまさにそうでしょ、親からの虐待を受けてるって本人も言ってましたし、で、親からの指示通り動いて子役として承認された、今も子供のままなんですよ。親の言う通りにやっていきたい、承認されたい、で、善悪を決める能力がない、まあ、この後これは家庭では許されましたけど、この後法的な措置を取っていきますので、まあこのね、昨日の話も分かるじゃないですか。青汁くんがひろし君と電話した時の青汁の冷たい顔見たら分かるでしょ。もう間もなく立花逮捕近いなんて、そんなのひろし君が仮にそれが事実だとして、そんなこと言ったら捜査妨害でしょ。で、警察から何か言われてるから僕がそのツイッターを消した。あなた逮捕って言ってるじゃん。ちなみに僕一度も逮捕されたことないからね。そもそもこんな大津さんの住所を晒す、そんなの住所を晒すも、ここ自分でも出してきてるじゃん、載ってるんだから、政党の代表者なんだから載ってくるんで、それ仕方ないのよ。こうやって大津さん住所出てくる、それは自分で選んだ道でしょ。で、居住実態がない、選挙にも出てる公人じゃないですか。正当な個人情報の漏洩というか、別にそれ皆さん見てくださいね、この人ここ住んでませんよ、これからもどんどんやっていきますよ。でもそのこういうね、いわゆるちょっとそのゆとり世代の人たちっていうのは、自分にとって都合の悪いことだけは被害だ被害だ人格攻撃だって言ってくるんですけど、いやいや、他の人の人格とか権利めちゃめちゃ踏みにじって蹂躙してるからね。だから今回よく分かりましたけど、こういうね人がある程度一定数いるんですよ、社会に、この日本社会に。で、その人たちがインターネットというものでつながるわけですね。日頃生きづらいわけですよ。自分は頑張ってるのに評価されない、クソ悪いのは上司だ、いわゆるこれ多罰型って言うんですけど、他人女罰、自罰と多罰です。日本人はうまくいかなかった時に自分が悪いんです、自分を責めるんですよ。ごめん、もう今ミスした、俺が悪い、で、俺がね、今日ヒット打てなかったから、あそこでエラーしたから俺チームが負けたんだ、自罰、自分を責めるっていうのが日本の文化なんですが、最近このね、他人を責める、うまくいかないのは立花が悪いんだ、うまくいかないのは上司が悪いんだっていう多罰型が増えてきてるんです。
まさにこれ親からのね過保護で育ってきた人たちに多いということです。まあ、こういう目でですね、彼ら、まあ、大津さんやひろし君の発言をですね、ご覧いただければですね、なるほどというようにご理解いただけると思います。ということでね、まあ、昨日ね、これちょっと動画裁判の決定が出るまでやるつもりなかったんですが、まあ、青汁君がああいう形でですね、三崎裕太君が出してくれましたので、まあ、誤解を受けている人もいるかもしれません。不安を感じている人もいるかもしれませんので、まあ、目下裁判の決定についてはですね、もう全然、もう余裕でこちらが勝てると確信してます。それは、ちょっと、法律的なことを言うと、そもそも、立花久美さん、うちの娘、代表者じゃないじゃん。誰がどう見ても。もう裁判自体が成立しないんですよ、これ。もう、この通り、大津さんは僕の娘を訴えてるんですよ。だこんな裁判、そもそも成立しない。当事者適格がないから。なんで、久美ちゃん訴えたんですか、と。ちなみに裁判所からは、斉藤さんが代表者になる可能性があるので斉藤健一郎さんを代表者代表者とする委任状を弁護士さんに預けておいてくださいとまで言われていますので、これやったからちょっとこれをやっとかなきゃいけないな、まあ、そういう状況なので、そんなにですね、心配しておりません。大津さんの方に代表者が行くという可能性はもう極めてもう限りなくゼロに近いと私は考えていますので、特にね、債権者の皆さん、そこは、ご心配なくと。ね、もう、お金がね、自由に動かせるようになれば、返金希望の方にまずお返しをしていきます。ので、そこはご安心いただければと思います。ということで終わります。以上です。NHK をぶっ壊す。初プロ政治家 YouTuber、N 国代表、俺が立花。口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーン路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお得にさ、多分何が女性の方もっと愛と吐く自信を、お得なのはもうこりぼりよ、始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をぶっ壊す。